めんどくさいレジェンド、せーの言わないという、いきなりの不意打ち殺法でやってみました。刹那圭介です。ここだ、確かこれだな。ここで魚を釣って釣って釣りまくって、この豚だか犬か、なんか豚っぽい色しとけん豚に見えてしまうけどね、豚じゃないんだよ、犬なんだよ、勘違いするなよ。食ってもうまくないぞ。おう、どけなあかんわけですよ。釣り中、伝説の魚、もう一匹目から伝説の魚どけれるやつ、せっかくやけんその一匹を こいつに吸い込む。伝説の魚、ほとんど釣れない伝説の魚が一匹目で出てきた。ちなみにちょっと待って、そもそも俺が狙っとったのは何だったっけって今更やけど確認しておきます。バカでしょ。普通の魚釣ったんがゼロ、貴重な魚釣ったんゼロ。いきなり伝説釣ったん俺。ボーンフィッシュの方が必要なのに、なんか逆ミラクルってやつかな、これは。いらんやつだったんや。いらんやつだったわ。伝説の魚ほとんど釣れない、いらんなあ。高値で売ったるわ、高値で売ってるけどいらんなあ。え、羨ましいだろ。売れんかなショップで。ガチの感じで普通普通普通貴重普通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 。お、何回普通言わせんねんお前、何回普通言わせんな。ほとんどずれないんやって、こういうと言っておいしくないんだよ普通の。貴重、あんまりずれない、ほとんどずれない、あんまりとほとんどのさ、そんなに肝心けどな。それよりその伝説またずれた、数回まだ10回超えたぐらいなのに、もう伝説2匹ずれた。運はいいけどさ、その運いらないんだよ僕。君たちこの湖の魚たち3匹目ずれたよ今、伝説のやつ見逃さんぞ。伝説の魚はな、君たち伝説の魚は運がいいかもしれんけどね、いらないのよね。食べたいな、食ったらなんかあるんかな。魚好きの敵か、めっちゃおるな魚、ポンポン釣れるな。それよりノノノノの王子、伝説の魚4匹目釣れたね。もうスルーしないからね、伝説の魚の数は数えるからね、4匹目だからね。もう数えてあるからね、伝説の魚の数は数えてあるからね。多分俺はもう結構伝説の魚の取れとる確率高いんじゃないかな。もう実況者さんの中で、めんどくさいレジェンドをやってる全ての実況者さんの中で、俺は伝説の魚を一番釣り上げた男になってしまうぞお前。割合的な数じゃないよ、割合な、何匹中何匹が伝説ですよっていう自慢もしないです。それにしてもすげえ、俺すげえ貴重な魚と伝説の魚同じ数釣っとるわ。ボンフィッシュはまだか。名前からして一番価値なさそうなボンフィッシュを釣り上げなあかんことになるとは思わんかったもん。ほんでだって骨ばっかでしょうが、そんな誰が欲しがるんですか。学者が一匹釣ったらそれでおしまいレベルですよ。研究したらもう終わりみたいな、そんな感じですよ。わかりましたよ、僕は今刺しましたよ。珍しいイコール価値があるわけじゃないんですね。珍しいからといって価値があるというわけじゃないんですよ、世の中ってはね。わかりますか、それは世の中の言葉ですよ。確かに見つかりにくいかもしれんけど、よくよく考えてみればこんなもん当たって意味がないっていうもんがありますよ、たくさん。例えたら何でしょうかね。そうですね、例えたら手首についてるちょっと出っ張りありますけど、あれ何の役割したんですかね。骨で、あ、伝説の魚5匹目出てきたよ、スルーすると思うなよ。もうレジェンド5ですよ、レジェンド5行、おかしい、行ってなるんです。そこはフィッシュでしょ。レジェンド5フィッシュになってしまったよ。それよりない、なんか何の話しちゃったっけな。世の中のこれなんであるんねんみたいな話しちゃったな。手首のさ、出っ張ってる部分あるじゃないですか、あれって何の意味があるんでしょうかね。ちょっとさ、その部分ミスって何つけの方とかにぶつけてみてくださいよ、痛いっすよ。ただ痛いだけの部分で言いますかね。あと痛いで言うたらね、肘のね、デコピンしたらもうめっちゃ痛いとかあるじゃないですか、ぶつけたらすっごいヒリヒリするとかあるじゃないですか、あれ何のためにあるんですかね。あんなところにそんな感覚つけたって俺ら何の得もないと思うんですけどね。なんかそんなこと喋ったらね、なんか運気が逃げていくんか知らんけどね、伝説の魚のペースも、伝説の魚が釣れるペースまで落ちてきたね。普通の魚ばっか見てるね。あやったー、ボーンフィッシュ来ましょう。どんな見た目したんだろう、ボーンフィッシュ見た目。やったー、何匹目これ、何匹目、130匹目。結構早いんかなこれ、わからんな。確率わからんな。いや、こいつが言おった1匹に釣れるかどうかレベルのやつをさ、130回釣っただけでやったんじゃ、俺は根気がいい。ゲーム的には運がいいだろうが、貴重な魚12匹、伝説の魚は釣ったん5匹、レジェンド5ですよ。問題はだ、クーン、
犬は機嫌が良くなり、ボーンフィッシュを持って去っていた。あ、全部どいてくれた。やったね。やったよ。僕やったよ。お前はどいてないよな、やっぱ。お前はさ、一人ぼっちでおるもんな。あの4人の中に紛れて、なんか混ぜてもらえるもんな、なんか。のび太っぽいな。ドラえもんの出てくるのび太っぽいな、お前は。かわいそうやけど、俺が釣ってやるわ。特別だぞ。俺はドラえもんやけんな。多分カットとか倍速して結局10分以内ぐらいに収めれそうだけど、あと5分ぐらいやろう。あと5分分ぐらいやろう。もう俺がどんだけ編集とか分からんけどね、多分、うん、頑張ります。あ、なあ、全部ボイド、こんなとこあったんかい。さっきの戻ったの何だったの。それよりこれですよ。あ、それこれ、これ鍵、鍵あった、あった。あ、試練の道を、よいしょ。こういうちょっと移動系のやつやな。待ってよ、待ってよ、待ってよ、待ってよ。まあふざけるのやめよう。これふざけよったら、なんか痛みあるけんな、あるけんな。ちょっとずつゆっくり。危ない。危ない。パターン覚えなあかんやつや。ここだ。よし。あ、で、あ、ぶぶぶぶぶ、危ない、危ない。危ない。それくらいやらされたらあかんよ。待ってよ。待ってよ。まあ、ミスったらあかんけん。ミスったらそこで終わりなの知っとるだろうが。え、なんこれ。じゃん。ポンポン。ポンポン。あ、簡単なことや。ポン。ポンポン。ポンポン。リズムゲーだ、これ。リズム天国ゴールドにこんなゲームありそう。ないわ。よっしゃー、チェックポイント、ハーフ、ハーフポイント。多分ハーフ、半分終わったと思う。これで半分じゃなかった、俺泣く。待ってよー。あー、待って。ゲームオーバーなんすか。一時ゲームオーバーなんすか。戻るとかそういうのないですね。わかりました、僕。よっしゃ、ふざけたらあかんってことはわかった。ふざけたらあかんな。ふざけたら視聴者さんイラつくけんな。めんどくさいレジェンダーやけんな。こんだけめんどくさいことが、視聴者さん見てきたけん、いい加減ムカついた。待ってよー。あん。気づいた。これ、待ってよーってやったらあかんパターンのやつや。そりゃそうや。あ、こうじゃん。え、違うな。なんか違うな。ちょっと近いな。ここだけなんかレベル上がったな。つまりだ、この辺で、あーん、この辺難しいぞ。そこそこの回数やったら、今回のパート終わりってことで次回に回します。多分、やることは大体一緒だと思うんやけどな。よいしょ、あーん、アホちゃん、アホちゃんそれ。一番アホなパターンや。早すぎじゃ。何正面からぶつかりに行っとんねん。よし。あー、ここじゃ。この後のルートをどうするかじゃ。考えなあな。ここが、あ、考えろ、考えろ。反射的に考えろ。俺がゼロの反射を見せてやる。ゼロの反射。どういう意味か分からんけどな。やばい。あと2回やってダメだったらここで終わりとさせていただきましょう。よいしょ。あーん、突っ切らなあかん。もう止まったらあかんわ。ラストいきます。今回のパートラストいきます。やっ、よっしゃー、よっしゃー、最後の最後で決めた。よっ、しかも最後じゃ、ちょうど最後だった。やったー、オープン。あ、これだ。これが試練のやつだ。医療持って山根コストラップ。あ、待ってよ。待ってよ。これ、帰らんかったらあかんやつや。帰らんかったらあかんやつや。ちゃんと帰らんかったらあかんやつや。帰らんかったらあかんやつや。そんなんありかよ。
終わります。収録時間、今回のパート今は30分やりそうです。あ、29分か終わります。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。